はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、こちらですね、コロナドというビールの、オレンジアベニューウィットっていうね、あのビールの方を、ホワイトビールの方をね、飲んでいきたいと思います。一応こちらはね、アメリカのサンディエゴから車で15分ぐらいのところで作っている工場で、まあ、工場のある場所がコロナド島っていう島で作っているので、まあ、コロナドっていう名前がついてますね。で、一応創業は1996年創業ということで、まだそんなに歴史が深いというか、老舗っていうわけじゃないですね。まだ割と若い会社が作っているビールになります。で、このコロナドを作ってるビール会社の方が今3つ工場を持ってる中規模なビール会社ではあるんですけど、未だに家族経営で作っているということでね、ちょっと僕自身も飲むのが楽しみなので、今からこちらの方を飲んでみたいと思います。はい、でね、ビールの方ついでいきますが、まずビールの方、こういう瓶とかね、あの缶からこういうグラスの方にビール移すときには、まずちょっと高いところから一度入れてあげて、泡を起こしてあげてください。こうやって、で、こうやって泡が起きたら、この泡の下に静かにビールを注いでいくというのが、まあ美味しいビールの継ぎ方になりますので、あのこうやってやっていただくと、またちょっと一味違うビールが飲めるんじゃないかなと思いますので、ぜひこういうやり方をしてみてください。では、いただきます。やっぱりね、オレンジウィット、オレンジアベニューウィットって書いてあるだけあって、オレンジの香りがすごい効きますね。多分製造過程でオレンジピールとかめちゃめちゃ入れてるんだと思いますけど、すごい爽やかです。あのビール苦手な人とかでも全然飲めちゃうような、あの重たさは全然ないですね。あのスーパードライとかと比べるとやっぱりビール感はありますけど、それでもエビスとかと比べるとやっぱり全然軽いので、飲みやすいと思います。で、こうオレンジの香りが強いのはもちろんなんですけど、こうごくごく飲んだ後の、この飲み終わった後の鼻にこの残る香りっていうのが、もう本当にザ・オレンジっていうぐらいの香りが残ってくるので、結構ね、あのビールの嫌な匂いっていうんですか、あのビール苦手な人ってもビールの匂いからダメじゃないですか。で、そういうのが全然ないので、本当に入門とか初心者の人にはすごくいいと思います。食事とかの合わせ方としては、冬にどしっとしたものを食べながら飲むっていうよりは、もうビール単体で飲む、もしくは夏の暑い時にごくごく飲むような方がいいかもしれませんね。で、食べ物もちょっと考えてみたんですけど、まあ夏は割とビール単体でいけちゃうのでいいんですけど、冬だとね、あの今結構話題のレモン鍋とか、ああいうのとこういうオレンジの柑橘っていうのは、柑橘で相性がいいと思うので、そういうのはすごくいいかなと思います。あとはね、白身魚のカルパッチョとかに結構レモンとか効かせたりするじゃないですか。で、そういう時にこういうビールもいいかもしれませんね。というわけで、今回はこちら、コロナドオレンジアベニューウィットというね、アメリカのクラフトビールのご紹介でございました。なかなかちょっとね、普通に買おうと思うとなかなか売ってなかったり、よっぽどこうクラフトビール力入れてるそのバーだったりとか、あとはまあ酒屋さんとかに行かないとちょっと見る機会はないのかもしれませんが、もし見つけた時にはね、本当にこう華やかなオレンジな香りで、ちょっと心がワクワクとかウキウキとかするような味がするビールですので、もしね、あの飲む機会があればぜひ飲んでみてください。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回もご期待。